日本テレビの三浦麻美アナウンサー35が俳優の中村凛なり36と結婚するまでの経緯をキャッチした。両者のキューピッドになったのは日テレの男性ディレクター。三浦アナは中村から猛アプローチさ、出たが当初は降ったという。晴れでゴールインしたことで現実味を帯びるふり、転身では年収1億円も夢ではない。人気俳優&女子アナの結婚で注目されているのが両もののキューピッドが誰でいつ交際を始めたかだ。日テレは2019年春の同局のキャンペーンゴール学びウィークで2人が共演したと明かしている。これをきっかけにすぐに交際を始めたわけではありません。交際を始めたのは約1年半後、20年8月頃です。知人もアプローチしたのは中村だった。三浦アナの気配りや頭の良さに惚れた。三浦アナは総合司会を務める27日放送の ZIP で共通の知人を介して中村から初めて連絡が来た際、偽物だと思いましたと警戒し、やり取りを重ねるうちに本物と分かり、やったと思いましたと明かしている。実際に三浦アナは中村を何度も振ったという。ミトちゃんは中村さんから食事に誘われた当初何度か断ったそうです。遊ばれてしまうと思えたんでしょう。ガードが固く週刊誌を警戒し、スタッフとも二人きりで食事に行きませんから、同15年には関ジャニ∞の横山ひろしとの密会を報じられ、横山のファンにバッシングされるなど痛い目にあった。何度も誘ってくる中村にも警戒したが、過去に他の女性との目立った熱愛報道はなかった。普段の共通の知人から中村は真面目で女っ気がないと説明されたそうです。芸能関係者隠して20年8月頃から交際開始。三浦アナは27日放送の ZIP でデートはしたことがほとんどなかったと隠密交際を続けたと語った。では、二人を結びつけたキューピッドは誰なのか。中村さんが出演した日テレのドラマの男性ディレクターです。もっとも彼も結婚まで行くとは思っても見なかったそうです。日テレ関係者愛を育んで入籍し、結婚発表の調整に進んだ。ミトちゃんが日テレの石澤健社長ら幹部、上司に結婚を報告したのは24日夕でした。仕事で付き合いのある関係者には25日に発表するタイミングで報告しています。別の日テレ関係者気になるのは三浦アナの今後だ。人気アナだけにこれまで何度も退社、フリー転身が取り沙汰された。結婚したことで退社は現実味を帯び、日テレは来たる X でに備えてポスト三浦ちゃんシフトを敷いてゆく。ミトちゃんはフリーになれば年収1億円は固い。前室芸能関係者 ZIP は4月3日からリニューアルされ、放送時間は1時間拡大する。視聴率がアップしなければその責任を取って退社を選ぶと言われています。前室知人新妻になっても注目が集まりそうだ。